お疲れ様ですハシビロコウっていう動物がいるんですねそれからカラスとかビーバーねこういったのはご存知だと思いますこれどんな動物かというと実はね火を活用すする動物なんですよまああのいろんな話が残されているんですけども火事が起きた際にその中から火種を持って行って他のところに火をつけて回るっていうハシビロコウっていう動物がいたりとかね カラスが燃えている、くすぶっている火の中から火種を持ってきて、そして何か貝をね、焼こうとしていたとかね。まあそういったところを見受けられたりとかするんですよ。肝心なのは火を作ることができないってことなんですよね。だから、ぼーっとね、燃えてる火を活用することができていても、火を起こすことができないのが、まあ動物の特徴であって、火を起こすことができるのが唯一人間だけなんですよ。でも、 人間も実はね火を起こすことを実はできていないんじゃないかなと思います。というのがマッチやライターがあったら私たちでも火を起こせますけどもそもそもマッチもライターもないガスコンロもないそういった状況で火を起こしてくださいって言われたら他の動物と同じように火種をこっちからこっちに持っていくことはできても火そのものを起こすことは人類の中でもたった一部しかできてないんじゃないかなと思うんですよ。 で一部の人が火を起こせるようになったことを効率的にそのスキルがない人でも誰でも火を起こせるようにマッチやライターが開発されたこれがテクノロジーだと思いますつまり私たちはテクノロジーによって自分が本来できないことに下駄をはかててもらってるんですよねだからその「下駄を履かしてもらうってことをすぐにできる人チャット GPT が生まれたらすぐにそれを活用しようとする人 もうこういう人のところにチャンスが来ると思います。つまり天才に近づくことができるんですよ。でも多くの人はチャット GPT ってものが出てきて数年経ちますけども、触れてもいないと。中にはスマホをいまだにね、契約してもいないっていう人もいるわけですよ。インターネットに妙な先入観を持って近寄らなかったりとかね。まあ、そんな子もいらっしゃるんですよね。で、ちょっとね、ハチブロコの話に戻りますけども、多分ね、この動物の種族の中でも、火を作れるやつはいると思うんですよ。 ただ火を作る方法を周りに教えてあげるようなコミュニケーションがなかったり火を起こすことが動物の種族の中で一部自ら最初からゼロから火を作ることができるやつでもそれをテクノロジーによって他の火を起こせないやつでも簡単にマッチやライターみたいな感じでポンと自力でできるようなね、まあ、そんなことまではできてないんじゃないかなと思うんですよ。たこと,とか自分でできるようになったことを 他者に、いとも簡単にできるようにすることってのが、これほどまで難しいんですよね。もう一回、私たち人間の例を手に取ってみましょうか。マッチやライターっていうテクノロジーがあるから、私たちは火を起こせない人でも、それを使うことによって、下駄を履かしてもらって火を起こすことができるだけなんですよ。ね、だから、マッチやライターを開発するっていう風なね、その火を起こす目的でテクノロジーを作るっていうことは、やっぱり一部の人たちができないんですよ。 だから私たちは火を扱うことはできます。まさにねカラスが火種を加えて他のところに火をつけるように私たちも同じようにできるんですよでも火そのものを起こせる人はカラスの中でも一部人間の中でも一部なんではないかなと思いますけどねどうでしょうか